なたの心にいるハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよ。今日は責任者から大事な話があるって呼び出されたんだけど、なんか怖い顔してたし、もしかしているハート首？確かに最近はちょっと調子に乗ってたかもしれないけど、責任者の対応だって悪いわけで、イルハートだけが悪いわけじゃない。やっぱりクビなんだ。イルハート、いらないハートだったんだ。曲？テーマソングとかそういうやつ？イルハート、クビじゃないってこと？歌詞。イルハート、国語苦手なんだよね。でもこれはもしや CD デビューからのミリオンヒット、イルハート夢の印税生活。責任者に媚びなくていい未来がイルハートには見える。任せてくださいよ。イルハートやればできる子なんだってもう一回証明してやりますよ。大好き。このもらったサンプルに合わせて歌詞を用意すればいいんだよね。歌詞ってどうやって作ったらいいんだろう。なんかよくわかんないんだけど、イルハート的にはメッセージ性が重要だと思うんだよね。それにせっかくだったらこうイルハートのね好きなものとか歌詞に入れたいよね。やっぱりイルハートって言ったら大好きって入れたいよね。あと他に好きなものだと猫？メッセージ性だと早く公式になりたい。これでさすがの責任者もイルハートちゃんぜひ次回作の主役を務めてくださいって言いに来るはず。第9回の動画内に大変失礼があったことをここに謝罪したいと思います。まず経緯としましては、責任者を見返したいという気持ちが強く出てしまったことが原因と考えております。そういった経緯の中でネプテューヌ様のお名前を噛んでしまうという大失態をしてしまいました。この度は大変申し訳ございませんでした。ネプテューヌ関係者様でということですか？
ごめんなさい、わかんないです。落ちませんよ。謝罪会見は以上です。